お待たせいたしました。これより誇りある豊かさを冷やみ勝ち馬んちの会事務所開きを行います。しかしながらその前にある儀式を皆さんご協力いただきたいと思います。亡くなられました尾長知事を偲んで黙祷を捧げたいと思います。ご協力よろしくお願いいたします。一度黙祷。なおれ、ご協力どうもありがとうございました。それではただいまより誇りある豊かさを冷やみ勝ち馬んちの会事務所開き開幕でございます。開会の挨拶、選対構成、テリア・タイガー調整会議議長、どうぞ。ハイサイ、グスヨ、チューガラビラ、チャーガンジュヤミセイガヤ、ワンウチナグチ、オナガ知事から、ナラトイビン。チャーヤミセイガー、調整会議議長を務めます県議会議員のテリア・タイガです。校舎の擁立、そして選対の組織の立ち上げにこれまで取り組んでまいりました玉城デニーさんが今回の選挙を決意をしていただいています。先日力強く決意表明をしていただきました。その上で選対構成人事も進めてきておりましたのでご報告申し上げます。まず平和誇りある豊かさを冷やみ勝ち馬んちの会会長に金秀グループ小屋会長が就任をしていただきました。小屋会長のもと選対本部、選挙になりましたら選対本部を立ち上げますが選対本部本部長中里俊信さんが引き受けていただきました。顧問団に議長経験者国会議員経験者などを支えのためにですね、組織をしたいというふうに思ってます。中でも照政組照屋義美会長が顧問団に今回参加をしていただいております。選対本部長のもとに副本部長おりますが、照屋監督衆議院議員赤嶺政権衆議院議員糸数恵子参議院議員伊波洋一参議院議員4人の国会議員並びに憲白書の実現に全力を尽くす11市のうちの2つの市、那覇市から白間幹子市長そして南城市の瑞慶覧長敏市長が選対副本部長を就任をいただいています。そして選挙の実務を取り仕切るものとして調整会議の議長照屋大我が今回の選挙皆さんのご協力をいただきながら進めてまいります。どうぞ最後までよろしくお願いします。愚数用巻き亭内ビランド千葉らな野菜よろしくお願いします。はい、照屋大我議長もう少し内な口勉強するように続きまして冷やみ勝ち馬んちの会を代表いたしまして小屋森政会長でございます。
廃材ぐすうよ中うがなびら早急でいいですか。今日この場にですね、ひやみかちうまんちゅの会の支える大勢の皆さんご参集いただき、心から感謝申し上げます。実は一昨日よりひやめかちうまんちゅの会の会長という紹介ありましたけれども、実際に決まったのは今日の3人前でございます。総会では決まったというふうに受け止まっておりましたけれども、ごや森政さん、民主主義の男でもありますが義理人情を大事にする男でございまして、前の会長玉木徳次さんの自宅、あ、ごめん、宮城徳次さんのところを訪れまして、宮城先輩私でいいですかねと、ちょっと考えていたみたいですね。小野川知事の意思を引き継いでしっかり頑張れという激励のお言葉を嘉手納町の自宅で受けたまりました。これをもって私は今日からひやめかち毎日の会の会長役を務めさせていただきます。さて皆さん、一昨日小長知事の意思を継いで誰がこの大役をできるんだろうというふうに皆さんもいろいろご心配またお考えだったと思いますが、私はこの度やはり小長知事がですね、本命として見ていたのは玉城デニーさんだというふうに思います。私は、当て馬みたいなもんでですね、一人じゃ寂しいだろうということで、玉城デニーさんをしっかり経済人として支えなさいよということで、私は忖度をそれこそさせていただきました。忖度のいい忖度もあるんですよ。はい。この前の出馬表明でありました多様性に満ちたうちなんちゅの思いをしっかりと汲み取り、そして沖縄の海のようにですね、きれいな心で沖縄の将来を子どもたちのために守り作っていくという思いを私は玉城デニーさんからお聞きしました。全くダイバーシティとデニーは言ってましたけども、私は表現するのは雑木林です。雑木林にはいろんな木もあります。苔もありますが、木もあります、多香木もあります。みんながそれぞれの役割を果たしながらですね、一つのエコロジーを守っていくと、これが私はうちなんちの役割じゃないでしょうかというふうに思いまして、まさに幾度運だなというふうに思いました。さてこの選挙、来月の30日には投開票でございます。まさに残されたところ一月、こんなに短い選挙になるとは誰もが予想しえなかったというふうに、思います。相手はもう1週も2週もですね、先を走っております。これから追いつき追い越していくためには猛烈な選挙運動を展開しなければいけません。3時30分の辺野古埋め立て承認撤回の文書を手渡したというふうに先ほどジャハナ副知事からお伺いいたしました。皆さん拍手ありがとうございます。拍手とともに覚悟も固めてください。もうルビコン川を渡ったんですよ。ジュリアス・シーザーのようにですね、ローマに攻め込んで勝とうじゃございませんか。今日2つの選挙事務所を開きます。この選挙事務所が我々の戦いの拠点になります。グスクであります。これを根城にしてですね、本当に沖縄県内広しといえども我々の力にかなうものはございません。一生懸命やっていきたいというふうに思っております。私も玉城デニーと一緒になってですね、この戦いを絶対に勝ち抜いていく決意を皆様の前にご披露したいと思います。それから皆さん沖縄に対する思いは俺がとワンガワンガというふうにおっしゃっている方結構いらっしゃいますけれども、それはですね、口ばっかりじゃダメ、票になって票を積み上げて選挙で勝って初めて、あいつはマクトヤッサーというふうになるんです。口ばっかりは誰でもできます。これから一日一日を大事にして30日
いい日を迎えようじゃございませんか。長くなりましたけどもご挨拶といたします。皆さん頑張りましょうね。お願いします。はい、ご会長どうもありがとうございました。続きまして激励挨拶、城間美子那覇賞どうぞ。敗退。愚水を中がなびら、ご紹介いただきました那覇市長の城間美紀子でございます。玉城デニーさんの出馬の表面の時、私キーブルじゃ立ち走ったことがあります。今先ほど金秀森政さんがお話しなさったように小屋森政さんがおっしゃったように、頭がどこに行ってんのか分かんない、失礼しました。笑いを取るつもりはなかったんです。お話しなさってたんですが、ダイバーシティと記者の方がデニーの D はと聞いた時に、ダイバーシティっていうこの10本の指でお答えに、その前に話してらしたこと、トゥーの指やインタキアラン、まさにその通りだなと。デニーさんの D はダイバーシティの D、それからもう一つ言ってたのでちょっとど忘れしたんですが、それに対してこの記者さんの質問でに答えられた言葉、皆さん覚えてらっしゃいますか。デニーの D はデモクラシーの D なんだそうです。その時にボーッと鳥肌が立ちました。なるほどと。でその後記者会見で美紀子さんも同じように考えてますかって言われたんですが、私の M はマイルドとかちょっとやわな感じが言葉が浮かんでくるもんですから、少し考えてみたいなというふうに思いました。玉城デニーさんの出馬の決意に対し心から敬意を表します。そして支える皆さんの力を私からもお願いしたいと思います。知事選本当にまさにこんなに短期決戦になるとは思いませんでした。ですが中身の濃い戦い、中身の濃い活動で尾長武さんの心に報いようじゃありませんか。先ほど皆さんと共に黙祷を捧げました。やはり涙が出そうだったんですがこらえて、これから私たちの活動を尾長武さんここら辺にいます、感じます。皆様方もそうだと思います。尾長武さんを感じながら頑張っていきたいと思っております。辺野古に新基地は作らせない、これほど抗っても聞いてくれないのかと本当に残念で無念で、その無念の思いを今日撤回を提出したというジャハナ副知事、富川副知事に心から感謝を申し上げたいと思います。みんなの気持ちを代表してくださいました。さあ短い期間です、私の話も短くという声がありましたので、知事選は那覇市長選の前哨戦です。そして豊見城の市長選挙もあります。そして9月9日には統一地方選挙があります。多くの選挙の中で私たちの思いが届きますように、これを祈りたいと思います。私も頑張ります。デニーさんとともに皆さん頑張りましょう。はい、どうもありがとうございました。城間市長ですね、これからまたまた、活動してまいります。どうぞ皆さん拍手で送ってください。さて続きまして選対本部長挨拶、中里俊信選対本部長どうぞ。はい、さい、急いよ。
あのベンチの皆さんに切らないようにって言って。入ってない。ベンチの皆さん、あのスイッチオフにしないようにしてくださいね。よろしくお願いいたします。一番友達の小長知事を失って、一番悲しんだのは私じゃないかなと思っておりました。亡くなったというのを聞きまして、駐在してから電話取るのも億劫で、留守電にやっておりました。彼とは教科試験定の時から一緒にやってて、あの政府のやり方、教科書、高等学校歴史教科書から軍命によって集団自決が起こったという従来のことから軍命が取り除かれてしまった。喧嘩41市町村議会全会一致でもって検定意見の撤回を求める要請がされた。あの時に小長那覇市長、市長会の会長でした。二人は根っからの自民党員でありまして、彼もあの時から私も一緒でした。今の日本の自民党は明治期のあの侵略をしたいわゆる慰安婦、あるいは南京大虐殺、あるいは沖縄の集団自決なきことにして、兵隊を美化して次なる段階は戦争をやる、そしてこの沖縄を捨て石にしてまた二度と沖縄の地で戦争をやろうという動きになる。この意味で二人とも真の自由民主党は、党員は我々であって、今いる自民党の連中は安倍の使い走りであって、うちのあの民意に沿った自民党員じゃない、こういうことで二人は気を一つにしておりました。こんな早く亡くなるとは思いませんし、かつまた彼の、まあ、遺言というんでしょうか、文書の中に玉城デニーさん、あるいは小屋森政会長名前が出たと、玉城さんが快く受けていただいて、彼も天国から死体や縛りようと、負けてならんど、うせいらってならんど、こうおっしゃっていると思います。私も衆議院までさせていただいて、いろいろ勉強するにつれて、国が沖縄に対する施策は全て嘘、憎しみに全部そうです。138回の質問主意書も出したけど、まともに答弁したこと一回もない。質問の趣旨は明らかでないが、国はこう考えられて、ごまかしの答弁ばっかり。まあこの話すると1時間2時間かかりますんで、今日は選対本部長という重責を押し付けられました。つい先日隠れて畑におりましたら、役員の先生方が4名揃って春まで来られてやられたもんだから、家内もその気持ちに脅されて、父ちゃんも諦めてやったらいいんじゃないということで、今日は初めて公式の場に出ております。やる以上は徹底的にやります。小長知事があの残したいろんな偉業、うせいらてならんど
あるいはまとう段階へ失えてならんどうと、この気持ちでお互い腹八分腹六分でやれば、私みたいな自由民主党でも共産党さんとも、あるいは社民党さんともみんなスクラムを組んでやっております。理事会教科書検定の時を思い出して一緒になって頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、中里選対本部長ありがとうございました。さて皆さん、お待たせいたしました。尾長前知事の意思を継ぎ、ひたむきに沖縄、ぶれない信念、予定校舎玉木デニーです。はい、最後数用中うがなびら、うちなうなんうまんちゅが生からんいいうちなつくてとらしいおんでいちなあぎしみらったる玉木デニーやいびんみーしっちょうつくみそうりさい。沖縄の将来のためにぜひ名乗りを上げてくれと多くの方々にご支援をいただき、本当に心からもう感謝の気持ちしかありません。小屋森政会長、冷やみかちうまんちの会、ご就任おめでとうございます。中里俊信選対本部長、春からはるばるありがとうございます。本当に多くの先輩方の力がこの沖縄の荒波を越えてきた、そしてそれにたくさんの皆さんの気持ちがつながってきた、それが尾長武という本来なら保守政治家として全うするはずであったでしょう。その思いが多くの県民に応えるという形で県知事になり、そしてこれ以上沖縄の未来に禍根を残さない、子や孫たちに負の遺産を残さない、これ以上沖縄に平和を壊す、自然を壊す米軍基地はいらないということを明言し、そして本日富川ジャハナ両副知事がその尾長武知事の意思を継いで埋め立て承認撤回を発出いたしました。本当にありがとうございます。本当にいろいろな戦いがあると思います。しかしその戦いを支えているのはゲートの前で座り込んでいる人々、あるいはゲートの前に行けないけど頑張ってねと電話をかけてくださる方々、私が県知事候補にデニー出馬へと新聞に名前が上がってからはクリーニングを取りに行ってもクリーニング屋さんで頑張ってねと声をかけられ、金秀に買い物に行くと頑張ってねと今 20% 割引よと教えてくれる、そういう方々もいらっしゃいます。本当に日に日にその皆さんのお気持ちが私にしっかりと届けられている。本当にこんなに身震いすることはありません。私は海兵隊員である米国の人間である父とうちの安住日本人である母の間に1959年10月に生を受けました。母は生まれる前にもう父がアメリカに戻るということを知っていましたので、生まれてから追いかけていくから先に行っててねと言って先に父からアメリカへ返したそうです。そして生まれて2歳ぐらいにはアメリカに行く予定をしていたそうです。なぜそれがわかるかというと、1歳頃の時に写した白黒の写真に玉城デニス1歳沖縄にいてと書いてありました。その頃まではまだ自分の愛しいところへ子供を連れて行きたいという気持ちがあったのでしょう。しかしやはり時代は、女で一つで子供を育てるにもたくさんの周囲の皆さんの力が必要です。皆さんのアドバイスは、今から子供連れてアメリカ行っても苦労するんじゃないかねという話だったんですね。であればこの子に苦労させたくないということでアメリカ行きを断念し、父のもとへもう私は沖縄でこの子を育てますという手紙を書き、父からたくさん届いていた手紙と写真を燃やしてしまいました。
私はそれから母に聞きました。弟はどんな弟だった、どんな顔してたの、身長どのぐらいだった、マガーやたん、グナーやたん、いろんなことを聞きましたが、忘れた、一言でした。まあそれでもいいでしょう。しかしたくさんの皆さんの支えがあって、私は本当に豊かな人の情けの中で今日まで育てていただきました。大きくなるにつれ、まあ、いろんな興味を持ち、まあ、やへがやもしましたけれども、いろんな仕事もしましたが、2002年沖縄市議会議員に当選をさせていただいてからは、政治の道でたくさんの先輩方の教えを仰ぎ、小沢一郎という私の政治の師からは、政治は必ず筋を通さないとダメだよと、であることはであること、しかしそうでないこと、あってはならないことには毅然と立ち向かうことということを、本当にシンプルなんですが教えていただきました。それは私が4年間尾長武知事というその存在を、言葉を、行動を見るにつけ、まさにこの人は本来那覇市長でその天命を全うしようとしている方だったんだが、多くの県民のその声に応える、そのしっかりとぶれないその道筋をこれからも示しておこうと奮い立ったのではないかというふうに感じたんですね。ですからさまざまな言葉の中には、揺るぎない信念と温かさと、そしてたくさんの皆さんを包み込んでいこうという、その懐の深さを皆さんも感じたと思います。イデオロギーよりアイデンティティ、わったえうちなんちゅういびいしぇ、うちなんか生まれとういびいしぇ、そして沖縄と縁がございます、そういう方々がどんどん手をつないでいって、沖縄を平和の島にしよう、誇りある豊かな自然環境を大事にしたあらゆる人を受け入れる、そして子どもたちがどんどん世界に飛び立っていく、そういう拠点にしていこう、まさに大永知事が作ろうとしていた沖縄は、そういう夢ある沖縄、誇りある沖縄の姿だったのではないかと思います。そして今般、私に多くの皆さんのその思いが寄せられ、たくさんの方々からの後押しを頂戴し、出馬表明をするに至りました。決心をさせていただきました。その思いは、私がこれから自分の信念であるぶれない姿勢を尾長知事から受け取った、その信念に重ね合わせて、よりデニーカラーを皆さんと一緒に作り上げていく新時代、沖縄の姿に表していこうと思っています。私のことを応援してくださるうるま市にある聖天光神明宮というお宮があります。そこのいわゆる神主さんはもう90を余るおばあちゃん、女性の方です。その方は万年無学大学のやしが、毎日一生懸命犬と温度と、うちなから戦ねんなしみそうりよ、うくちえないびろんど、日毎日犬と温度と、毎日戦がないようにということを祈っていらっしゃる。それは安倍政権がひたひたと元来た道へ戻ろうとしていることへの、おそらくは何らかの恐れがその心にひたひたと染み入ってきているからではないでしょうか。辺野古はどうなってるね、デニーさん、私がお宮にお参りすると必ずそういうふうに問いかけてきます。つくらちえならんどなあ、売り以上うちなんちゅ犠牲にしえならんど、自然こわちえならんど、とってもシンプルなことなんですが、やってはいけないことに対してはやってはダメだということを信念を通してくれという、その思いを私は図らずも尾長知事にその行動に重ねてしまうんですね。今日一本の電話がありました。この方も実は上んちの方です。うるま市に住んでいらっしゃいます。その方が、デニーさん、二度と戦ならんどうと、戦言うやぬんねえらんないんどうと、うちなんむる寺院ゆぐりて神薄りんねんなて、つまり土地を汚し神様の存在すら汚してしまう、そんな沖縄にしてはいけないという一本の電話がありました。そしてもう一つ電話がありました。私が取ったのではないんです。私の事務所の職員が一本の電話を取ったんですね。
ある男性からの電話だったそうです。その方が言うには、デニーさんにぜひ伝えてくれという、あのその伝言言いたいんだよと。あ、はい、ありがとうございます、頑張ってくれよと、頑張って暮らしようという、そのメッセージだけなんだよ、それを伝えてくれと言われて電話しましたと言うんですね。あの、すいません、どなたからですかって言ったら、尾長武七時から。わね、自他ともに認める最強の仮眠中薬とよ、ぜひとも伝えてくれと連絡があったんだよということでした。これを簡単に言うと、私はウヤファー富士が見守っていると思います。ウヤファー富士が見守っているウチナーだからこそ、そのウヤファー富士の思いに応えるこの知事選挙をしっかりと勝ち抜いて、皆さんがよっしゃ、これで沖縄明るくなるぞという新時代沖縄を作っていく、ウヤファー富士に感謝をし、これから後の子どもたちに堂々とその道筋を示していく、どうぞ皆さん、私玉城デニーに力を貸してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ひたむきに沖縄、ぶれない信念、玉城デニーでございました。激励の挨拶をいただきます。まず最初に照屋監督衆議院議員どうぞ。開催うちなわ万中のご崇用中央家の皆、先ほどのデニーさんの挨拶の中で、うるま市の神主や話がございましたが、私は神主ではなく監督でございます。玉城デニーさんが急逝した尾長知事の意思を継いで立候補を決意をいたしました。皆さん、戦いの拠点もできました。みんなで玉城デニー当選のために頑張りましょうね。今日は尾長知事の次男坊も会場に見えております。両副知事も見えております。冒頭尾長知事に黙祷を捧げましたが、私はきっと尾長知事は1ヶ月後の県知事選で玉城デニーが当選するその日までは安らかに眠ってないと思う。いや、安らかに眠ってもらっては困る。そのためにも主かじり頑張りましょうね。玉城デニーはうるま市の出身であります。照屋監督もうるま市、うるま市には戦後うちなわの初代民政府の知事四季屋孝信さんがおります。その四季屋孝信さんが知事に就任をしたときに、順天堂大学の
名誉教授であった石川誠一郎さんが送った伝聞が本当にこれこそ失わの心であります。石川誠一郎は式屋行進にこう言うでも、いい知事や知事に神て、嫌な知事やわんやかん知事しまくとばわからない人は沖縄語辞典を買って勉強してください。私や前原高校の後輩である玉城デニーは間違いなくいい知事になると思います。どうですか。まあ相手候補を当選させたらチャーチじない、これじゃいけません。どうか皆さん、選挙は空中戦ばかりじゃ勝てませんよ。一人一人が地べたを這うような努力を尽くして、玉城デニーの票を積み上げて、玉城デニーの当選を確実なものにしましょうね。そして今日はお帰りの際は金井でスーパーに寄って置きハムを買って帰ってください。ありがとうございました。それでは監督衆議院議員でした。さて続きまして、激励の挨拶、赤嶺政権衆議院議員どうぞ。皆さんこんばんは。私は衆議院で玉城デニーさんが当選以来、一緒に数々の首相との論戦、防衛大臣外務大臣との論戦、さらには幅広くデニーさんは環境委員会での論戦など、国会で本当に大活躍をしてまいりました。で最近では憲法審査会、私もテリア監督さんもデニーさんも一緒で、憲法審査会には沖縄の平和の心が漂っている雰囲気で改憲議論、全通常国会では一度もさせませんでした。デニーさんはさらに自由党の国対委員長として、今野党の国対委員長会談、野党国対の顔であります。全国的には野党と市民の共闘の役割も担ってまいりました。そういうデニーさんがオール沖縄の知事候補になることは、一緒にやってきた私にとっても大変嬉しいことで、すぐにデニーさんに、デニーさん、あんたの国会での活躍見てきたけれども、もう知事の仕事は十分やっていける、何もためらうべきではない、すぐに知事を引き受けるべきだと、このように言いましたが、考えさせてくださいという、そういうお話でありました。でも本当にそういう力を持っている人です。昨日ですね、新聞座談会がありました。争点は何かと聞かれたら、私はためらいなく辺野古の新基地建設の是非を問う選挙だと言いました。自民党の代表は争点は何かと聞かれたら、普天間基地の返還だと言いました。で新聞記者がさらに辺野古についてはどう思ってますかと聞いたら、普天間基地の返還が大事だと、このようなことを繰り返すばかりでした。ごまかしで辺野古について触れられない。私は政府のあれだけの応援を受けていて、
結局自民党公明党が当選をしたら政府に協力をして辺野古新基地建設を進める立場ではないかと、それをなんで明らかにしないんだとこう追及をいたしましたが、皆さん争点をはっきりさせて、そして県民の間で辺野古新基地建設を止める尾長知事の意思を継いだ戦いということで、全力で頑張り抜こうではありませんか。共に頑張りましょう。赤嶺政権衆議院議員でした。さて続きまして激励の挨拶、糸数恵子参議院議員どうぞ。はい、たいぐすよちゅうねが上なびら、あ、なんか変ですね。私も言葉の練習をちゃんとやってくるべきでございました。あまりにも感動して、ちょっと言葉を少し間違ってしまいましたけれども、お許しいただきたいと思います。さて皆さん、そもそもこの基地問題は今回の選挙の本当に大きな争点になるべきでありますが、相手候補、予定候補はまたこれまでの選挙と同じようにおそらく争点ずらしをしていくというふうに思います。赤嶺さんからも今お話がございましたけれども、やはり私たちは政策をしっかり掲げて誇り高く堂々と戦っていく、これが民主主義の中での私は第一番目の条件だというふうに思います。それを先送りをして何が何でも勝てばいいというのが、まあ、一連のこれまでの沖縄の首長選挙でありましたが、今回のこの知事選挙、なんといっても辺野古に新しい基地を作らせない玉城デニーさんを圧倒的に当選をさせていこうではありませんか。よろしくお願いしたいと思います。さて今日のこの私たちの集まりの中でも、やはり何といっても尾長知事がずっと続けてまいりましたこの辺野古に新しい基地を作らせない、承認を撤回するというのは、今日の今日のこの時点で本当に県民に大きな勇気を与えたというふうに思っております。私もそういう意味でやはりデニーさんのこの出馬表明から今日までこの瞬間が来るのを本当に待っておりました。これで誇りを持って堂々と戦ってまいります。で私は8月の14日から8月の17日までスイスジュネーブの人種差別撤廃委員会に参りました。今日この会場には一緒に参りました参議院議員の有田芳生議員も一緒でございますが、今日の新聞の紙面にも出ておりましたように、やはりうちなんちゅのことはうちなんちゅが決めていくんだといういわゆるこの地方自治の根幹である、しかも自己決定権、沖縄の私たちがこれまでの選挙で随分問うてきたことを日本政府は無視してまいりました。これは今回の政府の見解もまた同じようなことでありますが、しかし世界の多くの方々がそういうところに関しましてしっかり日本政府に勧告を守るように言っております。尾長知事もいらっしゃいました、山城宏司さんもいらっしゃいました。あらゆる方法でこの沖縄の課題を世界に訴えながら、私たちが次の世代に戦争のない平和で豊かな沖縄を作っていく、それは沖縄だけではなく日本だけではなく世界の人々が今共感を持ってこの沖縄のことを見守っています。とても元気の出る素晴らしい勧告を委員の皆さんが出していただきました。改めましてこの場から一緒に参りました有田さんともどもに、やはり私たちはしっかりこのことを肝に銘じてこの選挙を戦ってまいりたいと思います。世界中の多くの人たちがこの沖縄の選挙を見ております。どうしても差別という構図を日本政府が押し付けてまいりますけれども、それに対して徹底的に上がってきた尾長知事の意思を全うするためにも頑張ります。そして最後に一つ、
やはり小長知事素晴らしいと思います。戦いの現場でも素晴らしかったんですが、玉城デニーさんをしっかりと後継ぎとして候補に立てていただく、その道筋を作っていただいたことに心から感謝をし、その思いを当選をさせることによって私たちは応えていこうでありませんか。よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。糸数恵子参議院議員でした。続きまして激励挨拶、伊波洋一参議院議員どうぞ。はい、最後水曜中華なびらご紹介いただきました参議院議員の伊波洋一でございます。私はまずデニーさんにこの知事選への出馬を決めてくれてありがとうとまず言いたいです。やはり私たちが求める候補者、先ほどの挨拶、そしてまた出馬表明でもそうでしたけども、心に響く思いをしっかり伝えることのできる候補者としては玉城デニーさん一番だと思います。そうじゃありませんか。私は2000年頃でしたでしょうか、島袋淳教授が沖縄大学で始めた自治研究会、まあ、その場にデニーさんも入るようになって、その後政治の道を歩み始めたわけですけれども、まあ、私が市長になる時にはもう行けませんでしたので、それで終わりましたけれども、本当にそれ以来また今国会でデニーさんは衆議院、私は参議院という形で、同じ方向に歩みながら、歩んできたと思います。でその中で私たちこの4年間小長武知事が示した沖縄の誇り、この沖縄の誇りを守るという戦い、そしてそれはもちろん沖縄の自然を守るという戦いでもありますが、それをやはり受け継ぐという思いがデニーさんにはあると思います。先ほどの挨拶にもありました、私たちはやはり沖縄の誇りをかけてですね、この選挙戦勝っていこうではありませんか。出馬会見でもありましたが、デニーさんの D はデモクラシーの D、このデモクラシーで私たちの沖縄県民の民意をしっかり示していこうではありませんか。2年前皆様方の力強いご支援で当選をさせていただきました。あの時も沖縄の民意が本当に現れたと、島ぐるみ会議の島々での取り組みがですね、ああいう結果を出しました。私たちも今回の選挙も油断することなく、島全域がですね、本当先島まで含めて、この私たちの将来を決める戦いなんだということをしっかり肝に銘じて、無知かじり頑張りましょう。ありがとうございます。伊波洋一参議院議員でした。どうもありがとうございました。さて、ここで、車の移動でございます。沖縄501本日、この事務所開きに、たくさんの皆さんが駆けつけていただいております。お名前だけ呼び上げます。どうぞ手を挙げて、答えていただきたいと思います。富賀森武副知事、ジャハナ喜一郎副知事、ズケラン長瓶南城市長、稲嶺進前名護市長、立憲民主党沖縄県連代表有田義雄参議院議員、本土の方からも、全労連小田川義和議長もおめでございます。統一連共同代表中村守代表、連合沖縄大城範夫会長、国民民主党沖縄県連代表清水真央代表、そして
沖縄県労働組合総連合議長穴井義明議長、照明議長、そして経済界からは沖山の長松徳松会長もおめでとうございます。さて続きまして激励挨拶と決意表明をいただきます。宜野湾市長選挙予定候補者中西春正さん、どうぞ。はい、さい、こんばんは。はい、ただいま紹介を受けました、中西春正と思います。はい、中西春正と申します。ユタサルグトゥウニゲーサビラ。はい、私はですね、今中田と俊信さんを見ていると本当に懐かしいなと思います。実はですね、2007年、沖縄戦の集団自決は日本軍の関与がなかったことに本当に修正された高校の教科書問題、それのですね、検定意見の撤回を求める大会のですね、私もこの丸々6年、もう7年目になりましたけど、関わってまいりました。本当にね、集団自決が、戦争が起きた時には本当に住民が犠牲になるんだということを沖縄戦が示しております。私はですね、この、市長選に出るにあたり、絶対に戦争は起こさないし、させないし、そういうことを伝えていきたいと思います。で、教育の環境ですね、今しっかりと守るためにも、今米軍のヘリコプターの部品が保育園小学校に落ちてまいりました。もうその時に高校ではありますけれども、一番に声を上げさせていただきました。これはもう一人の親として、市民として今声を上げなければ、そのまま黙認してしまったことになる。私たちは訴えましたけれども、今の姿勢では本気度が全く伝わってきませんでした。私が市長選に出るのはこのことも要因となっております。一番はやっぱり 9.29 県民大会の実現、これがベースにあってですね、しっかりと市民が声を上げる。今、基地の問題は私たち一人一人県民市民の問題だという認識に立ち、今まで一言にしてた基地の問題、しっかりと私はアピールをして、この市長選で皆さんに聞いていきたいと思っております。はい、私も同じデリーさんと誇りある豊かさをというのは、やっぱり県民一人一人が求めている、そういう社会を作ってまいりたいと思います。どうぞこれからの戦い、一緒に、デリーさんと戦っていきたいと思います。どうぞ皆さんのお力をお貸しください。よろしくお願いします。はい、中西春正予定候補者でございました。続きまして、富城市市長選予定候補者山川仁志予定候補者、どうぞ。はい、さい、愚数用中がなびら、ご紹介いただきました富城市長予定候補者の山川仁志でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今諸先輩方のお話を聞いていますと、本当にこの73年間県民のために胸を張って頑張ってきた政治家の皆様方の思いを受け止めた故翁長武知事のこの思いは、やはり我々この若い世代もしっかりと受け止め、これから基地のない市町村も
歴史を学び、あの沖縄戦、島田明知事が守った皆さん生きてくださいと言ったあの言葉を 今日まであるのは、そういった歴史、また尾長知事、また今目の前にお揃いの皆様方の支えが、今日の沖縄県をもっともっと明るくするものだと思っております。今デニーさんのポスターがこの演壇の下の方に掲げられておりますが、この本当に太陽のように眩しい笑顔で新しい新時代の沖縄をみんなで一緒になって作りたい。そして私もこの豊見城市より、豊見城市は基地はないです、基地はないですが、先ほど申し上げた島田明知事もビングスクというそういった場所に立ち寄り、多くの県民を守りました。そういった思いをしっかりと受け止め、若い世代につなぎ語り、そして子や孫のためにも本当に誇りある豊かな沖縄県を目指すように、みんなで心を一つに、保守も革新も市民のために、いいものはいい、悪いのは悪いと言える県民の心を、今回のこの9月30日の県知事選挙には示していこうではありませんか、皆さん。ぜひその流れを10月14日の豊見城市長選挙、そしてまた来る21日の那覇市長選挙にも3連勝、あ、すいません、宜野湾市長選挙もありました、申し訳ない、すいません、先ほど申し訳ないです、宜野湾市長選挙はもちろんです、一緒に9月30日投開票日ですね、一緒に頑張ってまいります。我々この今デニーさんのこの事務所開きにお集まりの方々が全県に発信をして、離島も皆様方と心を一つに、全国へ発信をしていけるようにお願い申し上げ、私からのご挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。山川仁志予定候補者でございました。もうお一方ですね、うるま市の補欠選挙がございます。県議会の議員選挙の補欠選挙、山内聖子さんもおめでとうございます。皆さん拍手をどうぞ。敗退愚数用中がなびら、糸数さん大丈夫でした。玉城デニー新知事を何としても誕生させたいと、本当に熱い思いでお集まりの皆様、心から感謝申し上げます。玉城デニー知事を何としても誕生させましょう。私は実は玉城デニーさんを、国会に送るときに、まだあの時は民主党で、実はこの3区から誰かこの国会議員いないのかいっていうふうに、まあ、民主党の、本部の方からありました。いち早く玉城デニーという市会議員がいるので、ぜひこの方を国会に送ろう、そういうことで、1期目一緒に戦ってまいりました。まず最初のあの出発式は、軽トラの後ろに舞台を書いて出発をいたしました。それが今どうですか皆さん、その彼が本当にこの4期連続この沖縄県のために国会で働いたその実績、そして今求められている知事としてのその思い、そのことをしっかりと受け止め、何としてもこの沖縄を新しい沖縄に変えていきたい、その思いをみんなが共有し、そしてみんなが力を合わせようということで、今集まって今日から出発です。ありがとうございます。海の親として心から感謝を申し上げたいと思っております。先ほどありました、彼は戦後の沖縄の象徴だと思っています。たくさん泣いたと思います。たくさん涙、悔しさ、お母さんともお話をすることがあります。でもこのお母さん、本当に先ほどおっしゃってました、もう忘れた、本当に沖縄の皆さんたちは涙や悔しさや、
そしてこの苦しみを本当にみんなが忘れながら忘れようとして頑張ってきた、それを笑顔に変えて本当にそういう意味で頑張ってきたことを、これから玉城デニーさんと一緒にもう終わりにし、新しい時代をみんなで一緒に作ってまいりましょう。ついでに終了です。ついでに私もまたその県議会の中で、議席を、確保いたしまして、玉城デニー新知事を支える側として、どうぞ皆さん私も送ってください。一緒に頑張ります。ありがとうございます。頑張ってまいりましょう。はい、山内聖子さん、どうもありがとうございました。紹介だけかなと思ったら挨拶まで始まったもんだからびっくりしました。だけど女性部代表として素晴らしい挨拶だったと思います。うるま市の補欠選挙も皆さんよろしくお願いいたします。続きまして、行動提起、テリアタイガー調整会議議長、どうぞ。はい、皆さん、本日は事務所開き、多くの皆さん参加いただき心より感謝を申し上げます。そして玉城デニー予定候補者に対して力強い激励をいただきました、心より感謝を申し上げます。選挙事務所開きを開催することができました。実は事務所はこの近くのですね、古島テラスというところに設けてあります。事務机などの設置を行っているためにですね、今日このホールを借りて事務所開きを行っています。どうぞ事務所に足を運んでください。多くの準備をもうすでに進めております。新しいチラシも作成しております。そして新しい名刺も作りました。多くの皆さんがその道具をですね、活用して、先ほどから多くの皆さんが示した決意、その決意を現実のものにするために力を貸していただきますようにお願いを申し上げます。選対は、選挙の母体は本日皆さんにご紹介をし確認をしていただきました、冷やみかち馬んちの会会長小屋森正会長、そして選対本部長中里俊信さん、その柱のもとにですね、実は本日午前中には与党県議団全員が集まっていただいて、各市町村で総支部、支部の結成に向けた取り組みをスタートさせました。お集まりの皆さんにおかれましては、地域において与党県議団と力を合わせてその支部結成にご協力をいただきたいというふうに思います。本部よりさまざまに今後行動を提起を申し上げていきます。1ヶ月の超短期決戦です。ぜひお集まりの皆さんが一丸となって力を貸していただき、玉城デニー新知事誕生に力を貸していただきますように、最初の行動提起といたします。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。さて、いよいよ、頑張ろう参照でございますが、亡き尾長知事の、次男尾長竹春那覇市議市会議員でございます。ちょっと今すみません、スピーチがありますんでね、スピーチをしてから頑張ろういきますんで、はい、どうぞ上がってください。前でいい、大丈夫、上の方がいいんじゃないの、上上がってください。はい、ちょっと待っててくださいよ。はい、スピーチがあってそれからです。スピーチがあるから、ちょっと待ってください。はい、ちょっと真ん中下がってください。はい、はい、さあ、はい、水曜中華なびら、ただいまご紹介いただきました、尾長武氏の次男の那覇市会議員尾長武春と申します。非常に今話しづらい状況だなと思っております。今回のこのデニーさん擁立に向けて調整会議の中で決まる前に、実は私今回もいらしてますけども、若い人たちからデニーさんを推薦したいという声がたくさんありました。それは一般の方々からもありました。その子たちが、女の子たちが、新聞紙上にデニーさんの名前が最初はなくて、どうしよう竹春どうしようと、私たちもっと声を上げたいんだけどと、
相談を受けた翌日にデニーさんの名前がうちの親父の肉声から出てきて、そして調整会議の皆さんの中でしっかりと揉んでいただいて決定をした。今回のデニーさんの選挙は若い人たちも一丸となって頑張れる、そういう選挙だと思っております。また本日富川副知事、ジャナ副知事の決断で撤回をされました。相手方は辺野古は争点じゃないと、そういう話をされているということです。しかし先日 BSTBS のとある報道番組で自由民主党の県連会長さんは、先回の名護市長選挙の結果を見ながら、確かに名護市長選挙は争点外しをした、しかし戸口さんがどういうスタンスなのかは県民は理解している、それが我々の政治だと、そういうことを言いました。今回の選挙も争点ではない、争点ではないと言いながら、本人たちが勝ったら、いや争点だったよと言いかねない選挙なんです。この選挙を必ず勝たなければ尾長武氏の意思を継いでいくことはできません。私はデニーさんは必ずやってくれる男だと信じております。誰からも愛される玉城デニー、そして誰をも愛する玉城デニーを必ず当選させましょう。では今から下に降りたいと思います。降りて、デニーさんのそばに行って、はい、皆さん気合を入れていきますよ。それでは皆様、左手は腰に、右手を、今日はちょっと狭いですので皆さんやりましょう。では左手を腰に、右手を力強く掲げてください。9月30日、玉城デニー当選に向けて頑張ろう。